ティナ先輩、お久しぶりです。私が退職してからも元気にしてましたか？あやかちゃん、私はとっても元気ですよ。退職してからは誠さんとの結婚式準備で大忙し。あ、ごめんなさい。ティナ先輩は誠さんの話なんて聞きたくないですよね。別に、元婚約者と略奪後輩オーナーの話なんて何と思ってないから。またまた強がっちゃって。本当はまだ誠さんのこと未練たらたらなくせに。何言ってるのよ。あなたたちの浮気が分かって別れてからもう1年も経っているのよ。未練なんてあるわけないじゃない。1年くらいで未練が消えるはずないじゃないですか。とって誠さんはリナ先輩には超もったいないくらいの人ですよ。あの若さで会社を設立した IT 企業の社長なんですから。どんな肩書きの人でも浮気するような人に価値はありません。まだそんなこと言ってるんですか？浮気される人の方が価値ないですよ。なんですって？ああ、私ってアリナ先輩に伝えたいことがあるんでした。そのために連絡したのに。もう、あやかのっかりさん、世界で一番通信料を無駄にしている気がするわ。実は私たち結婚式あげることになったんです。式あげるんだ。結婚式の準備って大変ですよね。素敵な式場もドレスもたくさんあって選べない。まあ誠さんはどんな式でも似合うよって言ってくれているんですけど。わざわざ結婚のご報告ありがとうございます。まさか招待するなんて言わないわよね。あなたの結婚式に行きたくないし、ご祝儀すら出したくないんだけど。安心してください。私たちがニナ先輩招待するはずないですよ。ならよかったわ。だって婚約者を職場の後輩に奪われるような人ですよ。そんな人を結婚式に呼んだら一気に不幸になっちゃいそう。縁起悪くてそんな人呼べないですよ。縁起じゃなくて自分たちの都合が悪くなるだけでしょ。略奪婚だなんてバレたら誰もお祝いしてくれないだろうしね。結婚式には呼んであげられないですけど、後日たくさん写真送ってあげますからね。楽しみにしていてください。燃やせるゴミの日は火曜だから、それに合わせて送ってね。ちょっと、せっかく未練タラタラのリナ先輩を気遣っているのに、誠さんのタキシード姿を見せてあげようとしているんですよ。テロなんてひどいことしないでください。だから未練なんて全然ないし、私にとってゴミでしかないから。それじゃあ失礼するわね。無責任に仕事を放り投げて退職したあなたと違って、こっちは仕事で忙しいの。貴重な休憩時間をこんなことに使いたくないわ。私たちの結婚式が羨ましいからって逃げないでくださいよ。ちょっとくらい私たちの結婚式に興味持ってください。あやかちゃんはゴキブリに興味ある？そんなのあるわけないじゃないですか。私にとってあやかちゃんの結婚式はそれと一緒なの。私の気持ち分かってくれたかな。私と誠さんの結婚式をゴキブリに例えるなんてひどいです。一番分かりやすい例だと思ったんだよね。それじゃあ休憩も終わるからさようなら。略奪カップルさん、幸せになってください。ニーナ先輩、おはようございます。そして見てください、グアムの素敵な朝です。朝早くから元気ね。私今日は忙しいのよ。くだらない LINE ならまた今度にしてくれる？日曜なのにお仕事ですか？浮気されるような人って仕事の余裕も悪いし、本当にいいところが一つもないですね。誰が仕事って言ったかしら？プライベートの用事です。ピノ先輩のプライベートなんてどうでもいいじゃないですか。それより、今日はなんと私たちの結婚式です。ふふふふ、驚きました？実は私たちグアムでの海外挙式なんです。素敵な海外挙式で羨ましいでしょう。そうね、グアム自体は素敵なところだものね。リナ先輩が結婚式の写真を見たくないって言っていたので、特別に生中継してあげることにしました。どうです、私でも優しい後輩ですよね。うざい後輩の間違いね。誰もそんなこと頼んでないんだけど。私は先輩が悔しい顔をしてくれたらそれでオッケーです。仕事でいつも嫌がらせじみた説教していたお返しですよ。バカにしていた後輩が元彼と素敵な結婚式をあげるんですよ。今どんな気持ちですか？私のことそんな風に思っていたの？嫌がらせじみた説教って言うけど、毎日遅刻、何度も同じミスを繰り返されたら誰でも怒るわよ。
遅刻もミスも私の個性です。個性を潰そうとした先輩が悪いんですからね。個性？リナ先輩って誠さんの国内挙式の予定だったんですよね。それも彩香ちゃんとの浮気発覚で中止になったけどね。すみません、私は海外挙式なんです。誠さんが地味で安い国内挙式なんかより彩香には海外ドレスの方が似合ってるよって。誠さんたら私すっかりメロメロなんですよね。浮気カップルが仲良くて何よりだわ。ゴキブリはゴキブリ同士、末永くお幸せにね。誠さんも言ってますよ、社長の俺には綺麗な彩香の方が似合うって。誠さんもニナ先輩との結婚やめてよかったって言ってます。こちらこそって伝えてくれる？誠さんたら私との結婚が本当に嬉しいみたいで、結婚式費用リナ先輩の倍用意してくれたんですよ。素敵な女性にはその分お金をかけないとねって。リナ先輩は地味な結婚式費用しか出してもらえなくてかわいそう。まあその結婚式自体も中止になってるんですけどね。私は身の丈に合った金額で十分だから。分かってないですね。女はお金をかけられた分だけ美しくなるんですよ。今からビデオ通話にしてあげますね。私と彼の最高のグアム結婚式を見てください。私も今日結婚式なの。それじゃあ借金結婚式楽しんでね。は？え、結婚式？ひな先輩が？うん、私が。だからくだらないビデオ通話に出ている暇はないんだよね。なんで結婚式？だって誠さんは私が奪ったのに。誠と別れて別の方とお付き合いしたからです。早くないですか？私を心配した友達がいろんな男性を紹介してくれたの。それで今の彼と出会ってあっという間に結婚になったんだ。元から結婚前提の紹介だったから展開も早いのよ。それじゃ、借金っていうのは？私誠さんからそんなこと聞いてないんだけど。彩香ちゃんまだ誠の一面しか見ていないみたいだね。結婚するならもう少し会社の実情とか経済状況を確認すべきだよ。会社の実情って何ですか？私誠さんが IT 企業の社長だってこと知ってますよ。肩書きじゃなくて中身を知れって言ってるの。誠の会社、社員に給料を払うのがやっとの状態だって知らないの？ここ数ヶ月は自分の給料はないんじゃないかしら。そんなにやばいの？でもこの海外挙式費用も一括で出してくれたし、帰国したら誠さんの広いマンションで一緒に暮らすし。一時は社長として成功していたんだけどね、その時の生活水準から落とせないみたいなのよね。そのせいで私生活は借金だらけ。会社の融資も断られてかなりやばいと思うわよ。なんでそんなことリナ先輩が知ってるんですか？私そんなの誠さんから聞いてないもん。全部私を動揺させるための嘘ですよね。彩香ちゃん、あなた前の職場がどこだったか忘れたの？私たち銀行に勤めていたじゃない？はぁ、誠の融資相談も私が担当しました。そして経済状況や誠自身の社会的信用情報を鑑みて即決で融資を断りました。ひどい。元カノなら融資の一つくらいやってくれてもいいのに。元カノの前に一人の銀行職員なので、融資したお金を返せる保証がない人には貸し出しできません。彩香ちゃんにも融資の仕組みを教えたよね。嘘、そんなにやばい状態なんて聞いてない。無駄にプライドも高い人だからね。借金してまで彩香ちゃんとの結婚式費用を作ったんだよ。これからは夫婦二人で長い返済生活頑張ってね。でもまだ経営が危ないだけですよね。まだ会社は潰れてないし、ここから一発逆転もありえますよね。わあ、すんごいポジティブ思考。でもそうね、人生何が起きるかわからないし、万が一、いや億が一の確率で一発逆転が起きるかも。そうですよ、きっと誠さんは一発逆転してくれます。結婚式費用の会社の経営もあっという間に立て直しますから。そうなることを願っているわ。それに私が今日豪華な海外挙式を挙げる事実は変わりませんし、リナ先輩よりずっと豪華な結婚式ですから、私がリナ先輩より幸せなのも変わらないんですからね。お互い素敵な結婚式にしようね。ところで私は国内だけど、挙式代が1000万なんだ。彩香ちゃんはいくらぐらいかな？私のよりずっと豪華な結婚式なんだよね。2000万？3000万？ああ、それとも5000万ぐらいするのかな。待ってくださいよ。1000万、国内の結婚式で。彼が住む地域はね、結婚式は盛大にあげる慣習があるんですって。だから最初の段階から数百万の式をすることになっていたのよ。初期スタートですでに数百万？
でも彼って家業を継ぐ一人っ子長男だからさ、義両親や義祖父母さんが張り切ってもっと豪華な式になったのよ。増えた分は援助するから、ぜひ地域一豪華な式にしてくれって。地域一の豪華な式？義両親の知り合いにデザイナーのことがいるからって、ドレスは特注なの。おかげでとても素敵なドレスを着れるんだけど、ドレスだけで200万ぐらいしたから緊張しちゃうよね。特注ドレス。でもこんな式でも彩香ちゃんの式には負けるんだろうな。私のよりもずっと豪華なんだもんね。その一般的には豪華だけど、その上には上がいると言いますか。あ、そうそう、私ね、挙式後は銀行を退職することになっているの。だから誠に伝えてくれる？これ以上融資のお願いを個人ラインにしてくるなって。え、もうしつこいのよね。私にお願いしても融資なんて降りるはずないのにさ。前なんて結婚やめて復縁してやるから融資を頼むなんて言ってきたんだよ。誠の復縁に1円の価値もないっつうの。そんなラインが来てたんですか？私が結婚することを伝えたら一度は連絡が途絶えたんだけどね。でもまた最近融資関連で連絡が来るようになったのよ。というわけで伝言よろしくね。私はこれから会場に向かわないといけないからさ。待ってください。こんな状態でいなくなるんですか？リナ先輩の衝撃的な暴露が多すぎて、もうこっちは頭大混乱ですよ。結婚式どころじゃありません。じゃあ結婚式中止したら？こっちは予定通り幸せな結婚式をしてくるだけだから、それじゃお互い楽しもうね。彩香ちゃんと誠はそのまま大喧嘩となり、結局豪華な海外挙式をキャンセルして緊急帰国。今はどっちがキャンセル代を支払うかで揉めに揉めているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。